こんにちは、ラクジョ文営事務局の松村です。今回ですね、こちらアニメ、ゲーム、漫画業界に特化した求人サイトラクジョブを運営しているということで、働き方に関してお話しさせていただきます。で、3DCG のデザイナーさんでですね、仕事を満足にできている方とそうでない方、特にですね、会社さん、働いている人によってはもう、ね、日中ですね、ゲームをやっていても怒られないというようなですね、働き方ができている、人もいます。まさに何がですね違うのかっていうと、しっかりですね自己管理能力があるかどうかっていうのが大切なポイントになってきます。デザイナーさんというようなところで仕事をしていく中で、やはりですね成果物、そのデザイナーに求められているものがしっかりと作り上げられるのであれば、時間の配分っていうのはですね、ある程度自由が利くようになります。で、それはですねやはり会社の中で仕事をしていく中で、しっかりこの人はですね、それだけ時間をですね自分で管理できる人だから任せても大丈夫だなと思ってもらえるかどうか、そこがですねポイントになってきます。で、実際ですねそこの自己管理能力があるのであれば、デザイナーに自由に仕事をさせても良いかどうか、ただここの基準に関しては会社さんによってあるないっていうのはあります。しっかり管理したいというふうにですね管理意識の強い会社さんですと、そこの自己管理能力というよりはやはりですね会社の決まりにどれだけですねしっかり忠実に働けるかどうかっていうのが大切になってきます。ただですねデザイナークリエイティブに関わるような仕事ではありますので、そこのですね時間管理はですね自分でやるべきものであって、その時間管理っていうのもやっぱり成果物、自分がどれだけの成果を上げるべきかっていうのを把握して、そのために自分がどれだけの時間を投下すればいいかっていうのがですね分かっているっていうのが大切なポイントになってきます。なのでデザイナーさんに関して言うと、特に会社選びの段階でそこの自己管理能力っていうのがですねどれだけ求められているかっていうのはですね確認していただければと思います。もちろんこれですねある程度経験のあるデザイナーさんの方がいいです。一番最初からですね自分で全部何とかしようと思ってもですね、もう仕事自体が分かってない人が、そういうことをやろうとしても、しっちゃかめっちゃかになっちゃいますし、まずはしっかり経験を積んでいただく。で、そのうちですねやはり自分の働きたい働き方っていうのをですね実現できるようになっていく、そういう過程がですねございますので、ぜひともですねこれから業界で働こうという方に関してはですね焦らずに、まずはですねスキル実力をしっかり身につけていただければと思います。で、その次にですね経験者の方に必要になってくるのは、そこの会社選びというポイントです。なので求人の情報に関してですね、こちらラクジョブご覧になってみていただければと思います。で、そこのですね、自己管理能力に関して言うと、例えばですね、掲載されている会社さんで、ザックスエンターテインメント、こちらの会社さんがですね、3DCG のデザイナーさん、特にですね、自分でしっかりと、管理をして、例えば日中遊んでっていうこともですね、できる会社さんになりますので、そういうですね、ところに関して、興味のある方いらっしゃったら、ぜひともですね、ラクジョブで、ザックスエンターテインメント求人ご覧になってみてください。よろしくお願いします。それでは。